皆さん、こんにちは、こんばんは。レイコドリームのレイコです。はい。今日はね、ファスナーチャームを作ろうかなと思ってます。で、今回材料をご紹介しますね。アングル変えます。アングル変え、しまってくださいね。メモリーが出てしまったので。はい、アングル変えました。ちょっとずれてるかな。ごめんなさい。はい、じゃあ今日使うものは、こちらのモードになります。これは確か、かくや工房さんの福袋でいただいたような記録があります。はい。で、シリコンモードはかくや工房さん。多分今でも販売されていると思います。レジン液はキララのサラサラタイプ。それと、着色剤は113番のターコイズ。それと、サテンパウダーで、02番。これはね、楽天で買ったんですけど、今もあるかな。サテンパウダーって検索すれば出てくるとは思います。ただ今でも販売されているかどうかは正直ちょっとわからないです。はい。そして、まあ、コーティング剤ですね。星の雫。グロッシータイプです。はい。それと、こちら、ダイソーの以前購入した、フェイスパウダーなんですけど、フェイスパウダーじゃない、フェイス、なんだっけ、グリッタージェムって言うんですけど、これをね、ちょっとね、ワンポイントでこう、ちょっとつけて、かつ、これを、表面につけたいなと思います。それではやっていきましょう。で、用意したのがこちら。もうね、サテンパウダーと、なんだっけ、ターコイズが入っています。入って混ぜた状態になっています。これを、まず、ハート型に入れます。ハート型を作るのって、あんまり作らないからね、私ね。ちょっと久しぶりかなって感じがします。では、入れていきましょう。ちょっとストップ。まあ、まあいいか。いっぱい入れても。足りるかな。足りるかな。もっちょい。こんなもんかな。難しい。花粉値が。はい。それで、これで硬化していきます。ちょっと、いらないものは、使わないものはちょっと下に下ろさせていただきますね。で、レジン液はいるけど、とりあえず、いいです。はい。はい、これで硬化させていただきます。うん。こっちにしようか。うん。硬化させていただきます。硬化時間は、まず思って60秒。裏30秒ぐらいでやっていこうと思います。で、本当はね、最初、これ、試し作ったんですけど、最初はね、混ぜたんですよ。混ぜたら、ちょっとまあ、綺麗は綺麗なんだけど、混ぜた方が良かったのか？ちょっと、試しに作ってみようと思います。あら。60秒かんけた。じゃあ30秒ってちょっと一回止めるか。まあ、ファスナーチャームもね、ほとんどがなくなってるので、ファスナーチャームも作らないといけないな。結構。
いろんなファスナーチャーモンを作らなきゃなと思っています。はい、裏返しします。まあ、でもね、皆さん、ほんとね、ちょっとここのとこ調子悪いですね。まあ、そればっかり言っちゃって申し訳ないんですけど、まあね、それでもね、皆さんに、動画を見てくれている、皆さんに、参考になったら嬉しいです。ほんとに。はい、それでは、取れちゃいましたね。はい。で、ちょっとこう光が、サテンパウダーが入ってるので、綺麗ですね。で、バリを取りたいと思います。バリはね、あんまりないんだよね。あれ？一箇所あったけど取れちゃったかも。あれ？取れたみたいなので。取れたみたいだからいいや。じゃあもう一個作ります。同じのをね。ただ、たくさん入れないで、8分か9分ぐらい。で、ストップ。あ、もうちょっといるかな。このぐらい。うん、このぐらいがいいですね。サテンパウダーはね、いろんなその色があると思うんですけど、これはちょっとオレンジ系かな？見るからに。オレンジ系なんですけど、サテンパウダーももういろんな色があるので、まあ、例えばね、これも、サテンパウダー、これ6番なんですけど、これグリーン系？ちょっとね、ブルーかグリーンかちょっとわかんないんですけど、入れてみないことにはわからないので、まあ、でも、まあ実際は、入れなきゃ、どうしても入れなきゃいけないっていう、ことでも、ないし、まあでも自分の気に、たらいいかなと思う。まあ、私は今やっぱりなかなかこう、外に出づらいのでね、家の中でこういう自分なりの楽しみ方っていうのを覚えるようにはしてるんですけど。はい。そしたら、あ、裏返し塗った方がいいか。さっき、試し作った時にちょっと、ビロビロだって。一回これ作ってるんですよ、これを。一回作った時にちょっと反対側が、ちょっと中がね、ちゃんと硬化しきれてなかったので、30秒硬化します。皆さんって食べ物何が好きですか？私ね、カレーが大好きなんですよね。でもね、うちにはあんまり出ないんですよ。メニューには出ない。なんかね、カレーが大嫌いみたいで、作ろうとしないんですよね。はい、そしたらこれとこれを合わせたいと思います。合わせるのには、できるんですよ。あ、余ってるから、これでもいいか。いいね。あ、これ入れた方が多分、色の境目がわからないと思う。これを入れて、まあ、ちょっと、こうやって、入れて、これを入れます。
入れて、これで、硬化します。どんな感じになるんでしょうね。さあ、なんか。なんかね、レジになってる時だけが、なんか、私の、本当に唯一の楽しみだったり、あとは、ま、パソコンで、動画をパソコンに取り組んで、トップタイトルとバック、タイトルバックも入れて、で、まあ、かつちょっとこう、まあ、例えば母の声が入ったり、で、時はちょっとところどころの部分だけカットしたりして、編集してます。編集も結構楽しいですよ。ただ私もね、素人なので、本当に使えるところが本当に、まあパワーエフェクターっていう、Windows にもともと入っているものを、使ってるんですけど、さて、硬化が終わりました。出します。あ、いいですね。あ、いい、いい。サテンパウダーがキラリと光っていいですね。では、この、バリを取りたいと思います。まあ、そんなにね、バリないかな。あとはもう、取れなかったら、大した入れてなかったら、ヤスリで、取っちゃえばいいんじゃないかなと思うと。まあ、簡単にこう切っといて、あとはヤスリで、はい、こんな感じでね。で、あとは、ヤスリでちょっと、あ、ここが取りたいんだよな。ここ取りたいんだけど、じゃあやっていきましょう。あ、いいですね。かわいい。あ、かわいいね。ちょっとこれで拭いてみます。まあ、拭くときは、アルコールとかで拭くか、あとはレジンクリーナーみたいなので拭いて、見てもいいと思います。私はちょっとレジンクリーナーとか買ってないので、アルコールで拭きます。ね。あ、こっちで使うかな。うん。かわいいですね。はい。そしたら、ちょっとね、ゴミを取っていきます。よいしょ。ここのゴミだけは正面に取るんだよね。
普段のゴミは取らなくてね。気になるのはやっぱりここの粉っぽいのがね、あるとどうしても気になっちゃって。で、この、養生テープで取っちゃうんですけど、そしたらまだ、まずね、穴を開けて、ヒートを入れるところを作ります。あれ、なんか中がね、ちゃんとなってないね。なんか硬化、古起こしてる？ちょっともうちょっと硬化しましょうかね。ちょっと長めに。これでまたゴミがついちゃったりとかね。するんだよね。なんか裏についちゃったりする。裏にゴミがついてる。ちょっとこれはね、シールが下すぎちゃって失敗しました。ちょっとこれはね、見本です。まあ、ハスナちゃんもいろいろ、これからちょっと、いろんな種類の、ハスナちゃんも作りたいなと考えてます。で、ヒートンを、ヒートンここにあったよね。あとなんだっけ？あ、ない。そしたら、ヒートンを出しました。で、そしたら、レジン液をちょっとだ。また出さないとダメだな。で、ヒートンを入れるので、どうかな？で、これをヒートに入れていきます。で、これを、ここに周りをつけて、で、はい、硬化していきます。じゃあちょっともうちょっと硬化します。で、これはもういらないか？もういらない。ね。じゃあ拭きます。で、ちょっと一回止めます。はい、硬化が終わりましたので、今、
こちらのレジン液を、じゃない、コーティング剤を塗って、10秒にして、今こちらを塗っています。まあ、キラッとするだけ、少しでいいのでね、ちょっとキラッとさせたいと思います。で、ちょっとこっちは塗ってないので、こっちを塗っ、ちょっとキラッとしたのを塗ったら、一回コーティングします。よし。ちょっと待ってね、今ね、これ、ここにね、これがくっついちゃった。はい。で、もう一回こちらにね、反対側に、塗っていこうかなと思います。と、こっち？じゃあ、どっちだっけ？ん？まあ、塗ったのどっちだっけ？塗ったのがこっち？で、ね、塗ります。はい、で、硬化していきます。じゃあ、ちょっとここまでにしようかね。結構使ってると思うんで、結構30分超えちゃった気がします。じゃあ、ここまでにしときましょう。ちょっと待ってね。じゃあ、ここまでにしといて、次回は裏面の、裏面にこれをキラッと塗って、トップコートして、シールを貼って、トップコートです。忙しいな。はい。ということで、今日の動画は以上になります。ご視聴ありがとうございました。それでは次回の動画まで、またねー。